浸透するパッティングっていうのをねちょっとやってみたいなと思います。じゃあ普通こうこうあえてペタペタ叩くみたいなね、まあ肩叩きっていうかこうペタペタね、これ施術でもこういうのあるんですけど、こう大体やってしまうのがこう表面ね、まあこうやって叩くわけですから相手の皮膚をね狙って叩いていると思うんですけど、これをこうなんですか、もっと深くまでやる方法ですね。それはやっぱ相手のどこまでにターゲットとしてね、どこまで届けたいかっていうことによって変わってくると思うんですけど、それは基本的にちょっと違いでねやってみたいなと思うんですけど、これが普通のやつですね。これをどうですか、はい違いあります、はい、奥まで叩かれてる感じですね。で例えばこういうこうやってこうやって相手をこっち側にやりたいみたいなね、こういう時にもこうやるじゃないですか、こうやってこれ表面だとなかなかこうやってこうやってもね、人ってなかなかこう動かないですけど、これを中にやるとこうやってどうですか、動かされちゃいます、ね、動かされちゃいます、ね、で強さはそんな変わんないですよね、変わんないみたいな感じ、はいはい、こうやってこうでも、はい、でもこれやっぱり意識だけというかもう本当意識で変わってくると思うんですけど、はい、こうやってるのをもっと深くの方にこうやってこうやってこのイメージは僕結構この辺までこうね中まで浸透させようっていう風に叩いてます、はい、そうするとちょっと変わる、じゃあ末光さんもちょっとこれからやってみてください、はい、普通にパッと表面ですね、はい、まあ、表面っぽいですね、私もが、はい、じゃあこれ中に入れてみます、ああ来ます、はいはい、うん、意識だけでやっぱこうなんとなくやっぱ動かされますし、ね、はいはい、でこれでパタパタちょっとやってみます、普通にはなんか表面っぽいですよね、そうですね、はい、これは今のこれと一緒な感じでちょっと深く入れてやろう、おう全然違う、おう、ドーンってきますよ、はい、中まで入っていくような感じ、音も違いますね、そうですね、でかといってなんかすごい強くやられてる感じもなくて、はい、結構柔らかい手でこう気持ちいい感じするんですね、だからこのこういうね、柔らかくやるパッティングっていうのをね、これすごくねやっていただけるといいかなと思います、はい、はい